マクラーレンの強さが光った84年、その牙城は崩せるのであろうか。そしてタイトルの行方は。迎えた85年、フェラーリ、ウィリアムズ、ブラバムがニューマシンを登場させる。そして若き新星セナはロータス入りを果たす。新生 F1 を感じさせるシーズンとなる。ウィリアムズの2台が抜群のスタートで1コーナーへ。ここでマンセルとアルボレートが接触。マンセルはリタイアとなる。ウィリアムズホンダのロズベルグが爆発的な速さでレースをリードする。アルボレート、プロスト、セナと続く。トップのロズベルグ、エンジンブロー。アルボレートがトップに立つ。しかし数週後にはプロストがトップに立っていた。ラウダ、そしてセナがリタイアとなる。85年最初のレースはプロストが制した。フェラーリのアルヌーが突然解雇。ステファン・ヨハンソンがそのシートに収まった。そしてザク・スピードが新たに F1 に参戦した。雨のレースとなった第2戦、ポルトガル。プロストがまさかのスピン。雨の中抜群の集中力を発揮したのはセナ。ついにグランプリ初優勝を成し遂げた。驚くべきセナの若き才能。予選では2戦連続でポールを獲得。ルノー首脳陣を喜ばせた。セナは惜しくもトラブルでリタイアしてしまう。そしてフェラーリのヨハンソンがトップに。しかしそのヨハンソンも電気系のトラブルで大きく後退。そこに現れたのはやはりマクラーレン。プロストはそのままトップでチェッカー。しかし車検で失格の裁定を受けてしまう。2位のアンジェリスが繰り上げ優勝となった。またしてもポールはセナが獲得。しかしレースではエンジントラブル。アルボレート、プロストが抜いていく。パトレーゼとピケがストレートで接触。しかし大きな事故にはならなかった。煽り送ったのがアルボレート。この間隙を縫いプロストがトップに立つ。そしてそのままトップでフィニッシュとなった。今回はセナのチームメイト、アンジェリスがポールを獲得。セナが続き、フロントローの2台がロータスとなった。セナ脱落後も健闘するアンジェリス。しかし結果はアルボレートがトップ、2位にヨハンソン、3位にプロストとなった。ポールスタートのセナをかわしたロズベルグはトップを死守。見事優勝した。
ロズベルグがホンダパワーを生かしトップを快走する。残り10周、ロズベルグの一瞬の隙を突きピケがかわす。残り周回もその座を守りチェッカー、劣勢と言われたピレリタイヤに勝利をもたらした。シルバーストーンでもホンダエンジンのパワーを見せつけ、ロズベルグがポールポジションを獲得。しかしレースではプロストが思い通りのレース運びで早くも3勝目をマークした。ロズベルグとセナが激しく競い合う。そしてセナのルノーエンジンが悲鳴を上げた。同じくアンジェリスも。ロズベルグの背後にはアルボレートとプロスト、一気にロズベルグを抜いていく。アルボレートが優勝、ランキングでプロストを5点抑えトップに立つ。F1 ドライバーでもあるマンフレッド・ビンケルホックがグループ C スポーツカーレースで死亡してしまった。32歳だった。今シーズン精彩を欠くラウダが引退を表明した。1回目のスタートでクラッシュが発生、中断となる。2回目のスタート、プロストとロズベルグが好スタートを切った。ロズベルグ、ピケ、ラウダがリタイア。結局プロストがレースを制した。プロストとアルボレートの2人がランキングトップで並んで迎えた第11戦。ポールのピケがストール。トップに立ったロズベルグ、リタイア。各チームルーティーンのピット作業を行う。混乱の中トップに立ったのはディフェンディングチャンピオンのラウダ。その背後にはプロスト。ラウダは巧みなブロックでプロストを抑え込み、今季初優勝を飾る。ドイツの類稀な才能を持ったシュテファン・ベロフがグループ C スポーツカーレース中に27歳で他界した。シリーズも後半に入り、ランキングトップはプロスト56ポイント、2位にはアルボレート53ポイントで続く。完全にこの2人に絞られたタイトル争い。そして戦いは超高速サーキット。
勝利はプロストの手に。プロストはこれで12ポイント差をつけトップを守る。雨のスパ、そしてセナを止められる者はいなかった。セナはピットストップを巧みに使い、危なげのない展開で見事2勝目を獲得した。プロストは3位に入り、タイトル獲得に王手をかけた。プロストのタイトル獲得がかかったレース、そして戦いは白熱したものとなった。トップを争うセナとロズベルグが接触、スピンしてしまう。ロズベルグはピットイン、新しいタイヤを装着してコースに復帰。トップ争いのセナとマンセル、当然のことのようにドイツチームが主導権を握ることとなる。アルボレートはなすすべもない。マンセルがグランプリ初優勝を飾った。そしてプロスト、4番手でフィニッシュ。見事チャンピオンの栄冠を勝ち取ることができた。グランプリ初優勝のマンセルと初めてのチャンピオン獲得のプロスト、ポーディウムの光景は感慨深いものとなった。 Yes, I was very busy. As you understand, it was fantastic for France, for the French people, and I had a lot of work to do, not only in France but all over Europe. I was very happy to win the championship in England, not because it was special in England, becauseI did not want to wait the last two races, or especially the last race, to become world champion. And if I'm world champion, it's becauseI'm driving for an English team. And that's why I'm more happy to win a championship at Brands. And everybody said, oh, it's fantastic for France, and he's going to become the first French world champion. Okay, I understand, but I mean, I feel more happy for me.For the first of all, you know, I worked for the last 10 years to become a champion, and when I went out from my car, I had a very nice feeling for myself, not especially for friends. 南アフリカのレースはあたかもホンダのデモンストレーションのようなレースとなった。マンセルに上がったが、どちらにせよホンダの勝利と言えた。荒れた最終戦、プロストがエンジンブロー、セナのコースアウト、これで最後となるラウダもクラッシュ。その中ロズベルグがトップでチェッカーとなり、ランキング3位でシーズンを終えた。参戦2年目にしてセナが早くも勝った。前半にはフェラーリの快進撃にも動じず、いや何事に翻弄されることもなく、プロストが3度目の正直で念願の栄冠を獲得した。